桜の松下美幸です。今日はとても楽しいステージでした。ピアノとの距離もとても近くて、セッションをしているという感じがものすごくあり、でまたお客さんとの距離も近いということで、お客さんのその反応をすぐに受け取ることができてとても楽しかったです。また年明けに、もう少し長い時間でライブができたらいいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。いらしてください。本日この赤坂7丁目から古典的なクラシックのイメージを払拭するかのような新しい音楽会が始まります。その名も響く宴の会と綴り共演会。聞き慣れた旋律は時に生活の一部となり支えになり、人生のひとときの生きがいでもある音楽は時に新しいテーマを投げかけ、そして心の奥深くに宿り、そしてそっと寄り添い休めてくれる。過去に実在した偉大なる巨匠たちの数々の作品は、本日ご紹介をさせていただく音楽家たちがリスペクトを込めて今の時代へと呼び起こし、そしてそれぞれの作品を綴りながらも受け持つ時間そのものを音楽家自身の演奏作品とし、まるでパズルのピースのように巨匠たちの作品を引き立ててくれます。この演奏会が終わる時にはきっと何か新しい響きがお客様の心の中で奏で始められ、帰路へ疲れる頃には演奏家自身のメッセージが届いたものと思われ、そのつながりに演奏家も本望のことと思うことでしょう。これより私立花玲也がこの演奏作品を皆様にお届けするナビゲーターを務めさせていただきます。プロデュースバイハッサン。ファーストステージはソプラノ松下美幸、ピアノ渋川ナタリ。まずはイタリアの作曲家プッチーニのオペラ「ジャンニ・スキッキ」から「私のお父様」をお楽しみください。ソプラノが歌う名曲といえば、まずこの曲を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ウィーンに留学していた私ですが、イタリアには旅行やコンクールなども含め何度も行きました。開放的な人柄、食べ物、景色、すべてに魅了され、コンクールやオーディションが終わると海を目指して南部へ行ったことを思い出しています。Oh!
オペレッタの巨匠フランツ・レハール作曲のメリー・ウィドウからビリアの歌をお届けします。オペレッタは日本語で幾何劇と略されますが、まさにその名の通り、現地で上映するときは耳に残る美しい曲の間にウィーン訛りが効いたセリフとふざけ要素の多い演技がふんだんに盛り込まれており、歌あり笑いありの地域密着型の劇です。一番の歌詞はドイツ語、二番は日本語でお届けします。Thank you.
次の曲はジーチンスキー作曲ウィーン我が夢の街です。歌詞はウィーンの魅力を語っており、故郷愛にあふれています。この曲を聴くと留学先ウィーンのことを思い出しています。今でも歴史ある建物がそのまま残る旧市街地の街並み、華やかな表通りと粋なお店が並んだ裏通り、街のシンボルシュテファン大聖堂に馬車の音、カフェ巡りやオペラコンサートを立ち見に行ったことなど、大学の外でも音楽に触れる機会の多かった夢のような3年半でした。大好きなウィーンをこの曲を通して皆さんにお伝えします。Oh, my God.
11月の中頃になると、視聴者やシエンブルー宮殿をはじめ多くの場所でクリスマスマーケットが始まります。名物はやはりグリューワインと呼ばれる香辛料や砂糖を混ぜた温かいワイン。お店によって味付けが違うので、学校帰りに寄り道をして一杯飲んでから帰ることもしばしばありました。オーストラリアの冬はとっても寒いですが、マーケットが始まると楽しくて何時間も外にいることも。そんな時には温かいグリューワインが欠かせません。またワインを入れるマグカップが毎年変わるため、持って帰ってコレクションにするのも楽しみの一つです。オーホリーナイト、シューベルトのアベマリア、ホワイトクリスマス、3曲続けてお聴きください。Thank you.
お楽しみいただけましたでしょうか。最後にカンツォーネ、忘れなぐさで終わりたいと思います。単純ですが、私を忘れないでの意味を込めて、また私の歌を聴きに来ていただけたらとても嬉しいです。渋川なたりでお送りします。ありがとうございました。